かばいめかもあな。オレナです。今日はですね、うちのファームの私が今大切に育て始めたタロイモちゃんと一緒にお歌を歌いました、私が来る前からここに割っていたんですけれども、なかなかね、手入れがちょっとあまりされていなかったので、私が来てちょっといっぱいお水をあげて、きれいにね、チョキチョキしてきれいにしてあげています。ですのですごくよく育って、いいんです。タロイも大好きなんですよ私。そうで、なかなかね、このお水がねたくさんないと育たないんですけども、あの地下水で来てる山なので、それで吸ってるようなんですけども、だからそれだけでも足りなかったりするので、タロイもねお水がたっぷりあった方が育つんですよね。というようなことで、私がね、あれを始めることにしました。リトリートをですね、本格的に始めようと思っています。で、本格的にというのはどのように本格的かというとですね、本当に本格的にやります。彼と一緒に会社を立ち上げようと思っているんですけれども、リトリートのオーガナイズをする会社をやろうと思っています。今まで手つかずの自然が残って限られた人しかなかなかね観光に来られなかったんですけれども、ぜひこの素晴らしさ、自然の中で暮らすという大切なことをね知ってもらいたいなと思って、いろいろなやっぱり30年住んでる彼だからこそのいろんなワークショップあるんですよね。楽しいのがたくさんあるんです。で、私も皆さんにご紹介する前に少しずつ体験しながらねアップしていこうと思っているんですけれども、そんな風にここへ来るとですね、皆さん勝手に覚醒していきます。覚醒っていうのは魂の声を聞いて、魂がこの世に来る時に選んできた生き方っていうのがあるんですけれども、それに気づいていかれるんですよね。っていうことに気づきましたので、ぜひそれをね皆さんに知ってもらって体験してもらいたいと思って、リトリートのオーガナイズをする会社を作ります。そしてもう言えないけど、会社の名前も、降りてきたんですね。で、2人に降りてきたんで、私たち2人に降りてきて、それで、2人で、昨
これにしようかって言ってちょっと決めました。そして、私がオンラインビジネスをやってきた経験を生かしながらですね、会社って言ってもここに集まって会社をするんではなくて、やっぱりそれぞれの強みがあって、モロカイが大好きでやってみたいっていう方にこうね、外注っていうんでしょうかね、それが今オンラインの、ね、やり方ですよね。ですので日本の方でも、もちろんハワイが大好き、モロカイと興味あるっていう方もぜひね言って相談してみてください。そういう方と一緒に例えば動画を撮っていただく方、編集していただく方、そしてまたは、マネージメントしていただく方、マーケティングをしていただく方っていうような形で、本当に皆さんの強みを持っているいらっしゃる方がこう仲間としてね、オンライン上で集まりながら、やっていける会社にしようと思っているんですね。ひらめいたというよりも本当いよいよと降りてまいりました。それで私一人ではないかったんですね。やっぱり彼と一緒ということでやることにしました。ぜひね、モロカイ遊びに来てください。でまたいろいろなことが固まりましたらモニター募集などもしていきたいと思っています。そして例えばモロカイ島が大好きだけれどもどんなところが大好きなんだよとかそういうのね教えていただけたら嬉しいと思います。私たちは本当にこのモロカイというところに住まわせていただきながら、皆さんに知ってもらいたい。で何を知ってもらいたいかっていうとただの観光地ではないっていうことです。本当にここに来てみんなが元気になってそして、何歳までも若くいられるんですね。私なんて本当にまだベイビーです。ここの島にいると皆さん可愛いですよ。85歳90歳に近くてもみんな可愛らしくはつらつとしていらっしゃいます、ね、ですのでそういうのを、ね、自然に、ね、なっていけたらいいじゃないですか、ね、私たちの肉体は本当だったら300年とか持つらしいんですよ。でもねこの今の地球だとみんな100歳ぐらいじゃないですか、ね、だから本当に肉体を大切にしながらどういう生活をしていくといいのかなっていうのを、ね、伝えられたらと思っています。そして今日はですね、私本当にドスッピンでございます。で、お便りが来まして、オレナさんは日焼けもしているし、年齢も多分いっていると思うのに、どうしてそんなにお肌が綺麗で髪の毛も綺麗なんでしょうかというね、ご質問がありましたのでお答えします。お肌の方は本当に何もしてないです。おかげさまで日焼けをしている分、日焼けをして帰ってきたらアロエだったりジェルを塗ったりとか、あとはココナッツオイルを塗ったりしています。保湿はするようにはしています。そして、とにかくですね余計なものをつけないっていうのも大事なことでしたね。いろんなあれもこれもってみんなつけると思いますけど余計なものはつけないようにしています。そして例えば洗顔料です石鹸とかもお知り合いの方がヤギのミルクで石鹸を作ってくださったりするのでそれはとても保湿効果が良かったです。であとは私は今本当に固形のいわゆる固形の白い石鹸を使っていて顔もそれで洗って体もそれで洗ってという感じです。で髪の毛はなんか本当にその辺にあるシャンプー使ったり使わなかったりいろいろして何せ塩水でいることが多いのでやっぱりねそんなにいろいろケアしてられません。だけど、ココナッツさっきもつけましたけどココナッツオイルをつけていつも保湿をするように保っています。でですね私これ色最初抜きました。そしてずっと金髪にしてもう3年近くになるんですけれどもですねなんと私髪の毛の量すっごく増えたんです。ですっごくいい状態です。で髪の毛ってタンパク質でできているだから1回ファスティングをしたりあとはデトックスっていうのを体験して一度全部ねいらないものを出しました。そしてやっているうちに髪の毛すごく回復しています。あとは食べたいものを食べるっていう風に、今やっているところです。あれがダメこれがダメって自分で制限をしないで食べたいものを食べさせてあげるっていうような形でやっています。
でもちろん、オイルも結構取りますね。オリーブオイルをたくさん取っています。あとは何でしょう。あ、睡眠をよく取っていますよく寝ています。今まで本当何十年も5時間睡眠、4時間5時間睡眠でずっと来たんですけれども、今は8時間以上は必ず寝てる。10時間とか寝てるんじゃないでしょうかね。はい、あとお昼寝もするようにしています、みんなそうですね。彼もそうです。やっぱりしょっちゅうお昼寝してるし、でよく寝ますね。本当にね、すやすやとみんなよく寝ますそれがコツかなと思います。あとこうお肌ね、私も、そんなシワはないんですよ。でやっぱり日焼けしてる分、なんだ、あらが目立ちにくいっていうのもありますよね。でハワイに来たての頃シミがすごく目立ったんですけど、今日焼けしたのでなんかシミも目立たなくなっているし、シワもそんなでもない感じですね。みんながそうだと思う、モロカイ、みんなそんな感じです。シワないですよ、やっぱり食べるものでしょうかね。あと農薬、無農薬っていうのをオーガニックっていうのに結構こだわってやり始めました。そういったのがいいのかもしれません。でコーヒーも飲んでます。コーヒーもこの間、でもあれだ、カフェインがないのに飲んでますね。あとは彼が作る昆布茶っていうのがあるんですけど、それもオーガニックのね、美味しいのを飲んだりとかしてるし、あとはこういう子たちを食べていますそう、こういうね、タロイモのシチューとか作ったりしています。ハワイアンフードってやっぱり、ね、いいと思いますよ、すごく。脂っこいのもありますけど、ハワイアンフード私は大好きですね。あとはうちはお魚結構食べますね。ダイビングして取ってくるので、まあいいお魚をいつもいつも新鮮なままいただいています。あとお肉は、高タンパク低脂質の、あと吸収されやすいんですよね、栄養がね。それの鹿の肉っていうのが、本当に豊富でございますのでそれをいただいています。食べ過ぎて飽きちゃって今日はチキンにしようと思ってるんですけど、そんな感じでいただいています。あとは例えば体の具合が悪い時とか、風邪ひいちゃったかもっていう時には、多分こっちの人みんなそうだと思うんですけど、鶏さんを締めまして、うちは言っちゃいますけどそれでチキンスープをいただきます。チキンスープは本当にあっという間に回復しますね。それからあとはフルーツ類です。フルーツを食べていると水分を取らなくていいぐらい、フルーツには水分でミネラルとかね、全部入ってますよね。なので、朝一番はフルーツを食べるっていうのかな。あと季節ごとにね、いい美味しいフルーツがたくさんなるのでジュースにしたりとかしています。なかなかね、日本だとね難しいかもしれないんですけど、難しいからって思わずにできる範囲で、日本のが私はやっぱり種類は多いと思うんですよ。フルーツもね、たくさんの種類、おいしいもの出てるじゃないですか。だから旬のものを、農薬気になる方は無農薬、無農薬で手に入らないときは、下処理をちゃんとすること、農薬を除いていただくっていうのがやっぱりいいと思います。毒ですからね、農薬っていうもの自体が、やっぱりそれが毒になると肌にトラブルがあったり、いろんなことが全身の循環が悪くなったりします。あとはセルフマッサージをしています。自分で体が教えてくれるようになったんですね。ここが痛いんですけどここですよとかで、ね、教えてくれるので、そこを自分の手のひらでマッサージをしています。あとは彼と2人でマッサージの試合飛行をしています。彼もね、結構肉体労働なので、ここが痛い、あそこが痛いってしょっちゅう言うんですけれども、それは私のこの手のひら、魔法の手のひらで、マッサージをしてあげています。そうなんです。モロカイの人も、実は彼もですけど、彼の息子もそうですけども、このね、癒す手を持っているんですよ。不思議ですよね。皆さんがヒーラーなんですね、モロカイってだから私はここに来たみたいですよ。もうね、いろんなことね、やってきたんですけども、
どうしても何かが違って、なんでここに来たんだろうと思っていたら、この間夏至の時にね、やっぱり私のお仕事がヒーラーだったっていうことなんですよ。で、歌を歌っているのもこれはヒーリングのために歌わせていただいています。やっぱり私が、歌姫と言っていますけれども、やっぱり私の声のヒーリングというか、それを聞いてもらって、みんなが心が楽園になってもらえたらいいなっていう思いでやっています。普段も一緒です。私の普段を見てそう感じてくれたら嬉しいなと思ってやっているんですね。ということで、リトリートの会社立ち上げますので、はい、気になる方はね、言ってきてください。動画得意ですとか、はい、マーケティング得意ですとかね、ぜひぜひお願いいたします。そして、この地元でも、私たちだけではなくて、さっきも言いましたが、ワークショップ、様々なのできる方がいらっしゃいます。それから、お泊まりをさせてもらえるキャンプとかね、できるところもたくさんあるんですね。ですので、本当に手作りの楽しみ方っていうのをね、してもらえたらなというふうに思っています。ということで、今日はモロカイの歌、ヘメレのヒナ、月に住んでいるモロカイの女神ヒナの歌です。はい、それを歌わせていただきました。わべひれいべひおべくなにひなぷわれいぷわのせおなおなこあらあむへやかういほにいけけえなからうぬこうべひらわべひれいべひおべくなにひなぷわれいぷせおなおなこあらあむへやかういほにいけけなからうぬこうばひなこふこれいかいまなりのりのめけけはうろひをかまうけれあかりからうにほにほめけかいえみえみやおはもはもこふこれいかいまなりのりのめけけはうろひをかまうけれこふあかりからうにほにほめけかいえみえみおはもはもこへひかまえふいけかぺかペレシアオニオ